メッセージを送って気持ちを伝えよう。気持ちを伝えるなら直接会って話せばいいんじゃないのか。分かってないな、ディルックさんは。こういう一手間を加えてるからこそ受け取った相手は嬉しいもんなんだよ。そういうものなのか。俺様もよく子供たちから果たし状をもらうが、やっぱ心のこもったってものはそれだけで嬉しいよな。それはちょっと違う気もするけど。でも誰か送りたい相手がいるなら内容は何でもいいよ。ニローにははいこれ。ファンの人からかな。秘密のメッセージが早速届いてるよ。私宛に。この間初めてニローさんの舞を拝見しましたが、とても素晴らしかったです。今度友人にもおすすめしたいと思います。わあ、嬉しいな。ディルックにも来てるんだ。はい。僕にか。変わったやつもいるもんだ。今晩おごってくれ。あいつ、もう一通来てるよ。ニローさんの舞はいいぞ。お前も見ろ。さっきのファンお前だな。よし、俺様はいつもお世話になってる忍に送ろうかな。お前は俺様の最高の右腕だ。これからも頼りにしてるぞっと。忍さんに秘密のパスワード教えておくね。お、もう返信が来たのか。なら働け。言葉強すぎねえか。何、ダチ校から俺様ってか。可愛いとこあるじゃねえか。ピックアップおめでとう。待ってたよ。バグ、嬉しいこと言ってくれるな。君のモチーフ武器である赤核赤人滅災の復刻をずっと待ってたんだ。これでノエルに持たせられるよ。みんな知らすぎね。誰ですか？新聞の勧誘なら他を当たってください。久しぶりだね、モナ。旅人じゃないですか。どうしたんですか？もしかして私に会いたくなって来ちゃったんですか？いや、最近じゃがりこをたくさん買ってね。じゃがいもを使ったお菓子なんだけど、一人じゃ食べきれ。ありがたくいただきます。